きます。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。そこをなんとか。お茶でもいかがですか。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。きー、釣れないぜ。だがそこがいい。お願いします。連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。クラインは一体何をしているのでしょう。ねえ、ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、お姉さんたち来てたのか。なんだよ、見かけたら声かけろよ、水くせえな。話しかけるタイミングが難しかったのです。すごく。クラインは何をしているのですか。まあ、お子様のおめえたちにはわからないだろうな。なんていうかよ、大人なコミュニケーションってやつさ。 NPC を口説くのが大人なの。そんなのできるわけないじゃない。バッカみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。1000回。だろ。わかってるな。そん、俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字から取ってるって話だ。直訳すると人工的な財務顧問ってやつだな。プレイヤーの財産やアイテム管理を補助する AI って設定らしいぜ。まあ全部受け売りだけど。受付のお姉さんに500回聞いたから完璧に覚えたぜ。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスにはタイプっていうのがあってよ。お前さんのアファシス実はかなりのレアなんだよな。ふふん、私はタイプ X ですから。とてもレアで利口なのです。まあ一般にはそういう噂だぜ。でタイプ A はレンタルが可能なタイプだ。アファシスが必須のクエストも出るって話だから、そのフォローだろうな。そんで最後がタイプ B だ。機能限定型で各施設の受付とかをやってる。このお姉さんみたいにな。機能限定型だから当然連絡先なんか教えてくれないわね。いや、俺は信じてるぜ。1000回目の奇跡よ。ん？なんでこんなにやる気出してるんだって。いえ、アファシスってクールビューティーな美人が多くってよ。ついな。でもおめえさんのアファシスはどっちかっていうと面白系だよな。なんつーか、アファシスっていうより。失礼な。私だってクールビューティーですよ。